はみちゃん、石川プロです。はい、皆さんお待たせします。というわけで、石川五右衛門がね、中心化しましたので、早速使っていこうかなと思います。すごい運転にくるっす。マジ威力高すぎだろ。あ、すごいな、色が。いや、威力見る感じやばいですけどね、これ、うん。貫通スピードアシート、アビリティがマインスイーパー、超アンチルパリア、アンチ魔法陣にゲージでパイク M と SS 短縮とソウルスティールがついております。 SS が、まあ、自強化と、触れた敵を触れるとスピードアップ状態にして、さらに触れた壁すべてに加速壁ハード、友情が超絶ブレスとランページブレス、下死んだけどついております。新友情、下死んだが初めてじゃないこれ。サメ先死んだ、下死んだ、下どうした2体拾ったら下死ぬんだけど、緑じゃないみたいな色になってるけど、超絶ブレスもね、120回放でまあ約9万で、ランページの方は5万6000、まあこれが120レベルの UL ついてて、超絶ブレスが何だったかな、11万2000で、ランページブレスの方が7万310、ほぼ、いや強っ、やば、580まで出ますからね、これ。なんだ今出方あるけど、ランページブレス意外とやってくれてるんですね。やっぱ壁側にはいかないっぽいね。この右上にちょっと当たっています。あ、これで壁際に行かないかちょっとみたいね。うん、やっぱ壁際には出さないね。こういうとこ入っちゃやばいね。てか結構距離あるね、思ったよりあるね、うん、思ったほど距離あるね。こっちだ、こっちか、ちょっとあっちの、あ、魚に届いてんかな、届いてないか、魚には届いてない、見たいですよ。あ、ちょっと間違えたけど、って感じかな。いやでもこれ強いな、想像より強かったな、かっこいいな。これさ、通常紙の方のアイコン下の、うん、首がさガクンって前に出てきてるように見えないですか。わかる、それがすごいなんか違和感やばいっすよね、これ。首のところに髪がちょうど隠れてて、そう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 、背景黒だから、また生首じゃん、ソロモン2号やばい今の威力大概。いや、どうなって、確かに溜めてこう、確かに溜めたわ、あ、短縮した方が早いか。いや、まあ、でもこの時点で8ターンってのはやっぱ早いね。うん、ボスだからね、これ。おかしいおかしい、たまんねたまんね。まあ2段階目の計測ターンを見たい感じはするよね。うん、楽しくできねえな、できるか。これ短縮しようとすると死んじゃいますからね、敵が。いや、そうなんだよね、これはさすがに。まあ SS は別で打ってみてもいいけど、いや強い、想像以上に強いな。ブレスって今の環境だともう結構弱い方のイメージがついちゃってますけど、うん、これ結構強いっすね。こんだけブレス出て1個超絶ブレスが強かったね、うん、超絶がやばい。しかもさ、うん、ランページブレスさ、普通にさ超強豪ブレスの砲撃型超えるんでしたっけ、威力。あ、そんな高いんだ、めっちゃ高いらしい、この威力。まあ今ちょっと UL とか120の都合で見えなくなっちゃってるけど、やばいな。やるよね、出すぎだよね。 4P のシャーさんとは。いやこれやべえ、敵残しときたいんですよね、いつなら。いや、それでもいかに当たらないか。触れた壁すべてってのがやべえんだよな、あとは。さあ、1段階目ですけれども、いきます。はい、そっちか。悩むね。壁全部にはちょっとさすがに触れたいんで、うん、触れた敵すべてを加速状態にして、さらに壁も全部スピードアップがあると止まんねえだろうな。止まんねえぞ。やばい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 、うわ、これ止まって、ま、
まあ案の定敵はいなくなりましたね。敵はいなくなりましたね。やばい、これすごいね、ほんと。これなんか一番最初に、あ、やば、あの五右衛門使った時の感覚すげえ思い出した。いや、この A やばいな。これ全部だって加速するんでしょ。青でしょ。いや、早い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 、止まっちゃうから、ね、しかも、うん、まあ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 、そうなるでしょうね。言ってた通りの展開になるね、うん、これは楽しい、うん、なるほどね。ニラカワだとちょっとサンドバッグとして物足りなくなりましたね。なおしろチャンネル、はい、やってまいりました。いきます。これちょっと最初から溜めたかないとあれですよ。そうね、ここもうこことか特に やっちゃうだろうから、やっちゃう、もう本当やりたくないやつまでやっちゃうからね、うん、全然全部 SSN 抜けるみたいな。でここね、もう今だと五右衛門使ってないですからね。うん、最初入れてたけど、しばらくやってないですねここスキップで。この前の新しく金来た時にあれですね、八国をめちゃくちゃ久しぶりにやった。ああ。そう、八国超久しぶりやったっす。こっちめっちゃ久しぶりやな。あ、これ届くんかな、超絶ブレスの範囲を見てますね。届きそう、上は届きそうだよね。わあ、これもう一個届くんか。あ、これでも今あのランページの範囲ちゃんと見れたね、あっちは見てなかったから。いや、ランページも結構ちゃんと届いてるんですね。いた、誰出てきた、短縮した方がいい、抜けちゃいそうだ。楽しくなるというとちょっとやっぱ重く感じるね。やっぱ、うん、うん、この感じを見てるとさすがにやっぱ最近の SSR にしては重い。そうですね、重いって言っていいかもしれない。だから1段階目が重いの珍しいね。うん、うん、最近は1軽くて2重いみたいなのがあるね。そう、あ、これうわー、ランプすごい、ランプ結構出てんな。これユーザーの説明文の時に何発って書いてあるのかな。ああ、確かに。普通のランページに書いてあるよね。あ、ここ見れないんですよ。見てないよね。10発ぐらい出そうな気がするよね、これ。いや、もっと出てるか。今、すごい当たり方してる。もっと出てるか。これ、どんどん下げていってみようか。まあ、でも、超絶ブレス当たっちゃうか。超絶は多分、うん、どこにそう。いや、面白いですね、こいつも。いい性能してますよ。たまんねえな、これ。と思うんですよ、今のとやって、これ。まあでも、さすがにこれ、10ターン台にしたらめっちゃ強いもんね。いや、やばいっすね。それで続くと、そうね、うん。もう、スピード全体バフみたいな感じになるもんな。うん、全部に入っちゃうのがやばいっすよ、ね。うん。ちょっとバランス、ブレイカーになるよ、うん。なっちゃう。もう、そのマップクリアみたいな感じになっちゃうので。うん、これはまさかボールアップしてるんで、あ、ダメです。確かにボールアップしてたね。ガチャめっちゃ速い、強すぎ問題だ。回復円もありますからね。うん、それなんだよ。言うことない、優秀に関しても。やべ、ボールアップだ、ガチだ、まずいぞ。なんか上やばいか。いやー、これちょっと極力避けたいけど無理だな。これいっちゃいますね。はい。やばいよ。すごい。やばいよ。やばいな。これ終わったボスでしょ。ザコはちゃんとやっときった方がいいかもしれないですね。アップの時に。あ、ここ超いいじゃん。レプス5起こしますか。こっちがいいか、6なんだ。あ、てか、その時計貯めたいな。あ、そうですね、これ赤にしたいですね。でも、貴族生急に強くなったな。いや、ほんとそれ、リボンも来てさ、急に強くなった。高杉もいて、モッツァレーション、うん、熱くしすぎでしょ。急だよ、ほんとに。上の魔導士ちょっと投げたいですね。その時計はいいか。チャイスは、ちょっとについてみた。あ、そいつ当たればいいですね。そいつ当たれば絶対やってみそう。おお、ランページ赤なるでしょうか、次。実がなる、多分ならず。あ、まあ、次か、次だ。無理っすね。神官来た。これでこいつは2段階目出ますね、次。オッケー。
オッケーオッケーオッケー。で、これ溜まった。オッケー、考えてます。よー、来たぞ。これ計測ターンを見たいよね。欲を言えば。計測ターン何が続くんだろうね。まあでも計測ターンはそこまで重要じゃないか。結局そのラップは終わるから、すぐ。そう。これは打たなくていいですよね。うん、次どれで打つか、これ。ブス倒したら、あれになっちゃうからな。倒したらもう、まあでも、どんどんどんで。絶対デプスいなくなるけど大丈夫ですか？もうそしたら 100% いなくなると思うけど、続けて打っていけばいいですか？打っていこう。いきます。はい、何回目だ。倒しちゃうんじゃないかな。大逆にはなって。そうですね、大逆にはなって。ブレスがもう、いや、うわ強っ。味方のブレスが強いですね。超動くね今の敵の数で。でこれもうさすがに待ってたら死ぬんで。いやー強えなー。でも抜けちゃえるよね絶対。てか絶対やばいなこれ。絶対抜けると思う。てか やば、探査見えないですね。うん、いやこれすげえなー。あいつも靴の間ついてて、うん、もうずっと加速してるから。これ待ってもめっちゃめんどくさいやつこれ。これいや、これ唯一の弱点。これもう捨てするしかないよこれ多分。見るとなるとね、これが唯一の弱点ですね。あれ、まあ、でもこれなんか、しかも誰も超スピードじゃないからね。あ、いや、そうだね、そうだね。それがやばい。動けるな、こいつ。そう、ここまで行くとさ、もうなんか超スピードいらないんじゃないかと思ってきてるよね。確かに、うん、結局。あとまあ、重力バリアないから、超 AGB もでしょ。超 AGB も出てる。こっから。超 AGB と超スピードでこっからスピードバーン伸ばせるからね。半端ないな、こいつ。いつか。打つしかねえもんな。だっていなくなるでしょ。君たち。君たちいなくなるよね、絶対。こいつ、こいつの運動嬉しいな、こいつ運動来たら。やばいですね。絶対どっかのマップ楽にできる。うん、いや、早え。早すぎ。いや、強すぎ。いや、やばい。いや、強っ、これ。いや、この SS やっぱいいわ。マジ適当であれですもん ね、うん、やっぱなんとかしてくれるか半端ない、うん、もう信頼感がありますよね、うん、この SS に対して。打てたら勝ち系の SS だから。いきます。こんな多くてもさ、やっぱさ敵に当たることに加速してってるからさ。いや、そうなんだよね。こやばいやばい、まあまあまあ、もう止まんないよ。いや最初だもん、これ関係ない。でも五右衛門のあのこの SS の後、何でしたっけ、ジェンテの時も確かそうだったと思うんだけど、この敵に触れた時さ、敵加速状態にするじゃないですか、うん、それは確かその触れた瞬間に加速するんですよね。あ、そうそうそう、そう、敵に触れて加速状態にする。そしたら加速するじゃん、うん、でも壁違うよね。壁は張った、そう、張って一回張って、その次に触れた時に加速するって感じになるから、そこだけちょっと気をつけた方がいいですね、うん、だからさっき、うん、島さんが打った時なんか下の壁かなんかまだ残ってる時あったから。あ、そうですね、最後多分見やすくなってたと思うんだけど、そこだけちょっと気をつけたいよね。
いやもらったわと思うわこれ 28,800 は。いや十分すぎでしょ。十分。ランペチブレスもやっぱ強いですね。威力高いですね。なんか五右衛門のまま帰ってきた感がすごいですね。誰も進化の話しないけど。まあでも進化の話しないですけど。これはどっちがそうだね。うん。確かに。まあこれそうね。五右衛門まあマインスイーパーもらってあれか。うん、あとまあ貫通でのあれはあるかなとちょっと期待したけどね、その敵を倒せば倒す方が、さらにシードもやばいねっていうのをやったら相当やばいじゃないですか、ね、相当やばいね、まあ、確かに、うんまあ、こういう形でね、さすがにこれで敵を倒すためにそれは壊れやばすぎ、それは壊れだったよ、うん、あ15発だ、そう15発だ、うん、15発だったな、うん、でも真横曲がって取ったとしてもさ絶対壁で2回加速するって考えたらやばいよね、やばい、そうその敵の分で加速、左右の壁か上下の壁を絶対触るじゃないですか、うん、それで加速って考えて、またかそうね、うん、おそうだよ、で超 ACP と超スピードでしょ、バケモンかよ、これは理想火力真横までは結構トップクラスになったっすよね、うん、明らかに、でまあ地雷もね一応拾えて、うん、粒子だけど、そうで、ね、うん、もう今イメージ全然ないですけど、ないけどそう、うん、いや全然ない地雷のイメージ全然ない、地雷皆さん、いやすごいなここな、うん、まあ、もうちょっと一気になんかまたここ潤った感がしますよね、うん、まあまあ一応そうね、カムアルファが重宝されてた時あったもんな、そうですね、うん、16枚水とかで、まあ、ブロックで採用されることってのは結構あったかもしれないですけど、うん、でもトップクラスで強いな、うん、ちょっとだから今後の活躍もしたいっすね、全然ね、うん、期待したいっすね、期待したい、これは使えてほしい、コートマンでグランユーキーってキャラがいるんですけど、うん、それにめっちゃ似てるんですよね、アイコンが超似てる、いや、ほんとかっけえな、こっちの声もめっちゃかっこいい、うん、こっちほんとかっこいい、あと、ランページ、あ、でもこれでブレスのどんどんつきそうだね、あてか、情報修正とかでこっちになるやつがランページブレスっていうのね、うん、いや、新友情もらったの偉いな、でもそう考えると、うん、超スピードする人も多そうだし、いや、こう考えるとやっぱ重心化回路コネクトがないのいいな、コネクトないのいいな、うん、はい、というわけで、うん、今回ね、石川五右衛門使ってまいりましたけれども、アスクラブね、強いところでも強かったありましたらぜひお願いします、いやでもマジこのランページブレスのアイコンがなんか稲荷の後ろのやつに見えますね、わかる、ちゃんとくよろしくお願いします、今回もゲームザザスタジオ B からお送りしました、石川ピロヤマンでした、終了した、お会いします、ありがとうございました、チャンネル登録わかります、わかります、とても君もなくなっちゃったから、わかるよわかるよ、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録ね、はい、していただければね。